日本とアルゼンチンの関係は19世紀後半に確立された。2016年11月21日、日本の安倍晋三首相とアルゼンチンのマウリシオ・マクリ大統領。2018年11月30日、日本の安倍晋三首相とアルゼンチンのマウリシオ・マクリ大統領。アルゼンチンコルドバの王立裁判所の資料によると、フランシスコ・ザポンという除染した。 日本人青年がおり、この地に来たことが示されており、1596年に奴隷商人、ディエゴロペス・デリスボアによって、ミゲル・ジェロニモデ・ポラス司祭に奴隷として売られたとされている。1598年、ザポンは裁判に勝ち釈放された。日本人として初めてアルゼンチンに移住したのは1886年のことである。 アルゼンチンに移住した日本人の中には農業の専門家である伊藤製造教授がおり、彼は1910年にアルゼンチンに来て新天地の農業水準の向上に努めた。大日本帝国とアルゼンチン共和国は1898年2月3日に州交通商公開条約を締結し公司環級の正式な国交を結んだ。その後、 1899年には定期的な海上貿易が開始された。アルゼンチンは日露戦争においてアルゼンチン海軍のために購入した巡洋艦、日清、カスガを日本に売却することに同意することで援助した。しかし1941年以前のアルゼンチンと日本の関係は主に農業労働者を中心とした移民が中心であった。現在、 アルゼンチンには推定1万人の日系アルゼンチン人が住んでいる。日本とアルゼンチンの外交関係は1940年に大使館レベルに引き上げられ、翌年にはロドルフォ・モレーナが初代中日アルゼンチン大使に、トミー・マネが初代中アルゼンチン日本大使に任命されたが、1944年に関係は断絶し、1945年3月27日、 アルゼンチン政府は連合国側として第二次世界大戦に参戦、日本に宣戦線復刻した。中日アルゼンチン大使館サンフランシスコ平和条約が調印され、1952年に両国の国交が回復した。1960年にはアルゼンチンのアルトゥーロ・フロンディシ大統領が来日し、その後二国間貿易や日本の対アルゼンチン投資の 重要性が高まった。日本の輸入は食料品や原材料が中心であり、輸出は機械や完成品が中心であった。また、様々な面での協力に関する協定が締結された。1963年には入国管理に関する協定、1967年には就航通商公開条約、1981年には技術協力と、 文化交流に関する協定を締結した。アルゼンチンは東京に、日本はブエノスアイレスに大使館を置いている。日本の皇族は1991年の高窓の宮夫妻、1997年の天皇皇后、1998年の秋篠の宮夫妻など何度もアルゼンチンを訪問している。1986年には ラウル・アルフォンシン大統領が来日し、1990年、1993年、1998年には、カルロス・メネム大統領が来日している。ありがとうございます。